はい、皆さんこんにちは。今日もラトピアやっていきたいと思います。始めた瞬間ですね、繁栄度が上がりましたね。でも今日もラトピアやっていきたいと思います。まずは、一番最初にですね、幸福度が低いのと、ちょっとこちら楽しみが必要な市民が増えてきましたので、こちらを解消できるように少ししていきたいですね。ということで、まずどうしようかな。いろいろと作らないといけないものもありますので、それらも作っていきましょうか。まずは草とかをちょっと作らないと、木材もそうですけど、いろいろちょっと足りなくなってきましたので、そちらの方を作っていきましょう。それとですね、今食についてない、農民が、平民がいっぱいいますので、そちらの方もしっかりと食につけるようにしていきましょう。それと研究の方もいろいろしていきたいと思います。まずですね、どうしようかな。サービス関係でマッサージベッドは作ってありますが、これまだあれか。オイルの油の方作ってないので、油作るようにしましょうか。わ、銭湯作りたいけど、こちらの方は結構かかりそうですね。居酒屋、闘技場作ろうかな。それと、アトリエとかも作って少し、あれか、娯楽施設の方を拡大していきましょうか。それとですね、今、金属作り始めましたが、銅とかが少ないので、銅とかも少し作っていきます。さあ、ではですね、闘技場の方ができましたので、ちょっと作ってみましょうかね。今回は場所がちょっとないので、上の方に作ってみたいと思います。闘技場、こちら材料の方はありますので、まあ問題はありませんね。あと、製粉所とかも作らないといけないので、これの研究も少し入れておきましょう。2ポイントで足りるかな？生産のところ、これですね。これも入れておきましょう。これで油作れるようにしていきます。さあ、こちら、闘技場の方できましたね。力の強さが影響するということなので、まあ、適当に入れておきましょうが、3の人入れておきましょうかね。これで楽しみの方がプラス25になります。あと6人もまだ無職の人がいるので、早めにこの人たちも職につけてあげたいと思います。さあ、なんか敵が来たのかな？なんかよくわかりませんけど、敵が急に湧いてきてますね。おーっと、なんでだ、なんでだ？おお、ただ強い。こちらの兵士、強いですね。あっという間に敵の方を片付けました。よしよしよ、なんで攻撃されたのかはいまいちよくわかってません。あと、迷子になってる人とかも出てきてますが、まあ、これは解決されたから大丈夫か。さあ、どんどん掘っていきましょう。さあ、製粉所の方もできましたので、これでですね、油の方が作れますね。花から作れるのか。花4で作っていきましょう。まあ、穀物庫の方は、パンはまだいいかな。とりあえず作らなくてもいいと思いますので、とりあえず油を作って、マッサージ所ですね。こちらの方が活動できるようにしていきましょう。さあ、ついでにですね、前回、線路を伸ばしたところもどうなってるか見ていきましょうか。ああ、結構伸びてきましたね。よいしょと、もうまあ、ここまで来ればかなりいいかな。下の方に少し行くようにしましょうか。あ、やばい、間違えた。なんかあるかな。あ、蜘蛛の巣みたいなのが見えますね。よいしょと。さあ、こんな感じでいいでしょう。基板の方も作って、で、金とかもしっかりと取っていきたいですね。よいしょ。さあ、では、ベースを作ったら、ここを掘るように命令を与えておきます。よし、これ、鉄もありますから大丈夫ですね。ああ、そして不満が、出た人から暴動が起きてしまいましたね。おかしいな。税金とかももう取らないようにしてるんですけど、自分でもうお金作れるようになったので、税金取らなくしたんですけど、ダメみたいですね。どこだ？こちらのネズミさんの幸福度で、あ、やっぱ楽しみか。
楽しみがないのでちょっと厳しい感じですね。うん、これはなんとかしないといけません。さあ、敵が近づいてきましたね。どれぐらい強いのかよくわかりませんが、まあ、まだちょっと時間がありますので、それまで少し作業しましょうか。左の方が結構ですね、揃ってきましたね。よいしょ。さあ、これで水晶とかも取れるし、これどうかな？土台まだできてないけど、掘るとやばいかな？あ、落ちちゃった。掘っていっちゃいましたね。よいしょと。さあ、掘って、とりあえずここの土で、土台の方を作っていってしまいましょうか。あ、まだはしごが作られてないのか。そうか、草がちょっと足りないんですね。あ、そして変な風になっちゃった。板がなかったので、左から引いたら右までなかったですね。よいしょと。ちょっと水を取っていきましょう。よいしょと。まだあと半分ぐらいありますね。違う違う違う。鉄道からは降りたい。水を取るんだ。さあ、水を拾って、大変だな、これは。これは水を持ってるのでダメと。もういいや。諦めて水はちょっとだけでいいでしょう。とりあえず入れておきます。兵隊の方もいますし、自分の方もある程度、長剣ですが、強いので、まあ、撃退できるのではないかと思います。ちょっと寝ているのかな？体力大丈夫？あ、体力ちょっと減っていましたね。回復しておきましょう。あと、ちょっとかかりますね。よいしょ。さあ、これで体力が全開してますので、OK と。よし、そして、つゆを集める。あ、収まった。よかった、よかった。つゆを集める機械も作りましたので、作っていきましょうか。これは何が足りないんだ？あ、なんだろう、これ。なんか変な粉が必要なんだな。知らなかったな。あとは、つゆを作る機械を作ったんですけど、まあ、機械という、これか。クモの巣が必要と。あと、やばいな。木が全然足りなくなってますので、木の方をしっかり掘って持っていきましょう。さあ、敵が来ましたね。どれぐらい来るかな？ある程度は倒せると思いますが、ここ、ああ、ここは下はトゲがあるから、ある程度来れなくはなってますね。ちょっと下から行くか。いや、上から行きましょうか。上の方にめちゃくちゃいっぱいなんか来てますからね。ああ、もうここまで来た。トゲの罠が効いてないのか？よいしょ。さあ、一撃。よいしょ。まだか。強いな。振りが遅いんで逃げ気かかりますね。もうちょっといると。あ、なんか、戦ってるのか。待って。よいしょ。こちらの兵士がやられる前に加戦しましょう。よいしょ。OK と。で、ここは一旦命令を与えておこう。トゲの方は修理するように、もうちょっとトゲここ置きましょうね。あと、ここの花を採取しておきましょう。よいしょ。さあ、そしたら下の方にいるところも加戦していきましょうか。ああ、いるね。いやー、いっぱいいるなー。いやー、来てますね。よいしょと。ああ、振りが遅い。よいしょ。さあ、もう一撃。よいしょ。やばい。振る前に攻撃されると困るのか。よいしょ。後ろのやつ倒すか。よいしょ。やばい。よいしょと。さあ、まだ、でもこちらで攻撃されて、ダメージを負って気絶してる、市民とかは出てきてないみたいですから大丈夫ですかね。よし、終わった。ひどいな、これは。修理の方が大変ですね。ここから来るのか。ここにスライムの洞窟みたいなのはありますから、おそらくここから、ね、来てるんでしょうね。下の方もおそらくこちらの方にトゲの罠、あ、やっぱりな。ここから来るようにはなってたので、トゲの罠効いていますね。さあ、なんかわかりませんけど、またもや敵がちょっと出てきてるみたいだな。なんだろう、これ。残党かなんかがいるのかな。ああ、いるな。なんでこんなにいるのかよくわかりませんが、とりあえずぶっ倒しておきましょうか。よいしょと。あ、そうか。主人公もちょっと寝ないとやばいんだよな。よし、OK。兵士が強かったので問題なしですね。兵舎のところに出た感じです。
あ、そして楽しみが必要な市民の数がだいぶ減ってきましたね。いい感じで幸福度の方が戻ってきました。ただ税金あんまり取らなくなってからちょっとお金の方が厳しくなってきましたので、ちょっと税金の方を取らないと結構厳しいかもしれないですね。さあ、こちらの方も結構できてきましたね。よいしょ、なんかいるな。敵かなんかいるのかな。なんか動物かなんかいますね。これでとりあえず水晶を壊して土台を作れば、金とかも掘れるようになりますね。よしよし。あ、そうだ。そしてここ、鉄道がまだ繋がってなかったからおかしな動きしてますね。これを繋いであげないといけない。オッケー。じゃあ、ここを掘るように命令しておきましょう。自分は下の方にちょっとはしごを立てていきましょうかね。これ何なんだろうな。雲の巣か。雲の巣なので、ここに雲、あ、例えば、水を作るやつで雲の巣が必要だったので、まあ、雲の巣取っていきましょう。さあ、そしてですね、こちら飾りの方にですね、記念碑の、下の部分が作れると書いてありますので、これも作ってみましょうか。おそらくこれ、繁栄度なんかの時にもらったやつだと思うんですけど、これの下があるってことは多分真ん中と上があるということなんですけど、これ作ることによって、まあちょっとどうなるかも見てみたいですね。ひょっとしたらなんか幸福度とかが上がるんなら結構ラッキーな建物ですね。よいしょ。さあ、お金の方は税金をちょっと取るようにしたので、まあ、ギリギリのところかなという感じですね。貧しい人にはお金を配っていますので、ちょっとそちらとの相殺が取れてない感じか。あと食べ物も結構危険になってきましたね。困ったな。これウサギさんの場所をもうちょっと作った方がいいのかな。どうしようかな。こちらの方は穀類と草か。草の方がちょっと少ないんですよね。まあ、ミルクでなんとかなればそれでいいんですけど、ならないようだと困るので、ちょっとまた食べ物の方に関しては考えていかないといけませんね。よし、そして染料のところが完了しましたので、作っていきましょう。これでアトリエの方がようやく稼働できるようになりますね。左の方だいぶ、掘れるようになってきましたね。うわ、雲がいるな。こいつはちょっと攻撃されるのかどうかわかりませんが、あ、雲の巣があるとダメなのか。危ない危ない危ない。落ちちゃった。落ちてしまいました。こいつ倒せるのか。あ、雲の巣は壊せるな。よいしょ、触っても壊せる。あ、そして雲さんやっぱり攻撃してきた。ほら、大丈夫ですね。これどうなんだろう。雲の巣触って壊せばいいのかな。まあ、これは別に問題なさそうですね。よし、これで蜘蛛の巣ゲットなので、蜘蛛の巣持って行って、水を作るやつを作ってきましょうか。さあ、ここで水を作る装置を作っていきましょう。どんな感じなのかな？どれだろう？原材料。これですね。あ、なんか下の方に緑色がついて、てるけど、これは何だろう。ちょっとよくわからないので、どこに作っとこうかな。とりあえずここに作ってみましょうか。このなんか下のとこが色違ってたのがちょっと気になりますが、まあ、作ってみながらまたわからなかったらいろいろとやりましょう。お、そして染料ができましたので、これでアトリエの方も稼働しますね。さあ、やばい。食料がもうかなりやばいという感じで出てきてしまいました。今すぐなんとかしないといけません。ちょっと、うさぎ牧場かなんかでなんとかしましょうかね。これがでかいの入りますので、まあ、ここ入れていきましょう。やばいですね。本当にちょっと、どうにかしないとかなり厳しくなってきました。他はどうかな。水ができるようになれば水で、あ、なんか出てきたぞ。これは何だろう。古代のネズミの宝物ということで、どうしよう。お金よりも、まあ、幸福度ちょっともらっていきましょうかね。
よしよし。そしてここなんか水たまるやつができましたが、これどうしたらいいんだろう。特にこれがどうなるのかよく分かっていませんが、よいしょ。どうなんだこれは。ここ掘っとくといいとか、そう、あー、やばいやばいやばい。落ちちゃった。どうなんだろう。溜まるのかどうかもよく分かりませんね。おー、そして何かできましたね。業績の方が出ました。よく分かりませんが、華やかな年の方が良さそうなので、まずはこれを入れておきましょう。やばい。そしてお金まで足りなくなってきたという、かなり厳しい状態になってきましたね。さあ、うさぎ牧場の方ができましたが、結構厳しいですね。もう食べ物が6とか5とかになってしまってる上に、お金の方も怪しくなってきました。あとこれ、水が、なんだろう、落ちるのかよくわかりませんので、下で受け取る用の、場所を作っておきます。もしこれで大丈夫ならこれでいいんですけどね。はい、ということで、今ちょっと良くない状況ですが、今日のところはこれぐらいで終わって、また次回ですね、この続きやっていきたいと思います。それでは皆様ありがとうございました。